クです。コービーです。覚えていませんか。チビで泣き虫。ほんとか。海賊王になるなら、この百獣の王の船に乗れ。フランキーからの伝言だ。爽やかに巻かれた手前、恥ずかしいですが、相手になってもらいます。そのところだ、ロビー。あなたとここで再会できてよかった。必ずまた、新世界で会いましょう。よし、準備もできたし、始めるか。素手で大砲を撃った。おしは取りたくないもんじゃ。最近パワーが落ちていかんわい。じいちゃんをどうにかしねえと攻撃が止まらねえぞ。パンツ返せ。こら俺の一丁だ。麦わらさんたちの船までうまく誘導してくれ。貴様、サイボーグフランキーの手下だな。フランキーはどこに。しまった、海軍だ。兄貴も追ってきてるってのに。やべえ。覚悟はできてんだろうな。兄貴、許してくれ。ロケット、ガスロケット、レッド、ロケット、ロケット、レッド、ロケット。許さねえ。ゾップ、戻ってこねえのか。ルフィ、分かってんだろうな。あいつが頭下げてくるまで認めちゃならねえ。今回ばかりはこいつの言うことが正しい。深い謝罪を聞けるまでは黙って待とう。バカか。よっ、レッド、ロケット。なんでこんなところに砲撃が。この道はダメだ。この程度で俺が諦めると思うなよ。レッド、
オケー、俺は今忙しいぜ。ゲロさん、これを。あとは頼みました。麦わら、パンツ返しやがれ。じゃあ、仲間になれよ。こんだけやっとけば、戦国にも言い訳できるじゃん。祈ってる。フランキー、このパンツ返してほしけりゃ俺たちの仲間になれ。バカ言え、パンツ取ったぐらいで。そもそも俺は船大工を辞めた身だ。だからそいつは俺の作る生涯最後の船になる。念願だったんだ。それこそが夢の船だ。待てフランキー、こいつはまだお前の言う夢の船にはなってねえはずだ。出航していくつもの海を越えて、幾度もの戦いや困難を乗り切り、海の果てへ到達した時、その運命の日を見届けた時に初めて夢の船になるんじゃなかったのか。やりてえことが変わったんだ。やりてえこと？それは違う。お前が今この島でやってることは全て償いだ。もういい加減に自分を許してやれよフランキー。
のは。なんだ。旅の荷物です、兄貴。ねえ、頭振り絞って一生懸命考えたんです。子分どもに敷かれたレールを棟梁の俺が歩けるか。申し訳ねえ、でも少しくらい考えたらダメですか。俺たちみてえなゴロツキを拾ってくれた大恩人のあんたの幸せも考えたらダメですか。ボテ修理しかできねえ素人どもめ、これだけ立派な船に大工の一人も乗ってねえとは船が不便だ。仕方ねえ、世話してやるよ。おめえらの船の船大工、このフランキーが受け負った。ちょっと行ってくれ。守ってくれて助かった。今度は俺たちが麦わらさんを助けるぜ。海軍が迫ってる。出航の準備急ぐぜ。ああ、あとは よし、帰るぞ仲間のもとへ。あとはどう自然に一味に戻るか。お前ら新しい船に乗り込め。ただし途中の海軍はみんなぶっ飛ばすぞ。了解、キャプテン。シャッター。何もせず見逃すってわけにはいかねえ。まあ足止めでもしとこう。この氷壊しといて、ウソップが青生地から逃げられるかな。やるじゃねえの。これ以上の邪魔は野暮ってもんだな。おめえらこの船の名前だな。ライオネル親子。暗黒一種ひまわり。付き合いだもんな。あんなこと本気で言うわけねえよ俺が。
いい天気だし釣りしようぜ。ってそんな場合じゃねえか。ウソップ散らしてくれる。見せてやる。しないと執行は無理だぞ。じいちゃん、逃がしてくれるんじゃねえのか。お前が海兵になっておればこんな面倒なことにはならなかったんじゃ、バカ者。ルフィ、船に乗れ。分かってんだろ。ああ、あいつはまだ何のけじめもつけてねえ。わしらも船で追いかけるぞ。フランキーを仲間に加え、海軍の追撃をかいくぐり、新しい船に乗り込んだ麦わらの一味だが、そこにウソップの姿はなかった。やがて船は出航し、ウォーターセブンの町は小さくなっていく。その時、船を追って一人の男が現れた。ごめん、意地張ってごめん。俺が悪かった。今さらみっともないんだけど、俺一味をやめるって言ったけど、あれ取り消すわけにはいかねえかな。ダメかな。頼むからよ。お前らと
もう一度俺を仲間に入れてくれ。バカ野郎、早く捕まれ。サニー号から伸びたルフィの腕がウソップをつかみ船に引っ張り上げる。ようやく全員が揃い、一味は歓喜に沸き立つのだった。サウザンドサニー号、過酷なる千の海を太陽のように陽気に越えていく船。アイスバーグが提案した船の名前を気に入った一味は本格的に船を出す。さあ行くぞ、驚異の緊急加速装置クウードバースト。クードバーストによって一気にガープたちの砲撃から抜けた麦わらの一味はサニー号と共に新たな航海に突き進む。メリー号にできてこの船にできねえことは何一つない。だがあの船の勇敢な魂はこのサウザンドサニー号が継いでいく。今日からこいつがおめえらの船だ。おー